谷桃子は、日本のバレリーナ、振付屋である。一般財団法人、谷桃子バレエ団総監督。本名は、上田桃子。日本バレエ協会第三大会長、全日本舞踊連合理事等を歴任した。1921年1月11日、兵庫県姫路市に生まれる。7歳まで同県西宮市で育つ。まだ3歳だった1924年。 来日して、神戸市の受落館で講演が行われた、品種の白鳥でのアンナパブロワを目撃している。旧青小学校に在籍していた1929年、満八歳の時に、石井清武舞団に入団、石井清その疑惑の石井小波に支持する。文化学院を卒業後、第二次世界大戦初期、満二十二歳になった1943年に、 日劇ダンシングチームに入団、増田隆伊藤道郎に支持し、現代舞踊のダンサーとして活動する。小牧正秀に支持して、クラシックバレーに転校。戦後、1946年、小牧も参加した第一期東京バレー団に参加。同年10月14日同29日、同団第二回公演として、帝国劇場で行われた芸術祭バレー公演のうち、 草刈義人原案、台本によるパガニーニの幻想に少女役で出演。これがバレエデビュー第一作にあたる。同団は現在の東京バレエ団とは直接の関係はなく、4年の活動で解散した。1948年1月9日同13日、小牧正秀バレエ団が大阪朝日会館で行ったグランドバレエコッペリア青い目の少女の公演において、 コッペリアに主演、プリマバレリーナとして、スワルニダ役を演じて、フランツ役の小牧を相手役とした。1949年には、谷桃子バレエ団を組織、翌1950年2月1日同14日には、小牧正秀バレエ団、服部島田バレエ団との合同公演を有楽座で開き、白鳥の湖、コッペリアを、小牧正秀バレエ団のプリマ、 広瀬咲子や大滝愛子と共に交代で主演する。1951年11月には滝口修造らの実験工房の第1回発表会において生きる喜びを増田隆史と共に上演した。1954年にはパリに留学、その後、1956年にはジゼルで舞踊ペンクラブ賞、1962年にはリゼットで 芸術祭奨励賞を受賞した。1974年、満53歳の時に、ジゼルを最後に、現役ダンサーを引退、同バレエ団で、芸術監督、振付家として、古典のみならず創作バレエも生み出し、更新を指導する。2003年、日本バレエ協会第三代会長に、就任、2006年に退任した。文化には、有馬五郎、松岡カ子、 石井清子、高部久子、黒田行くよ、尾本康よ、伊藤のりこらがいる。2015年4月26日、敗血症のため、神奈川県川崎市の病院で死去した。満94歳没。同年5月3日に、青山葬儀所で行われた葬儀の模試は、妹の伊達奈が務めた。ピアニスト、東京芸術大学教授の伊達順は議定にあたる。動画霊団は、 赤木刑が継承師団長、芸術監督は斉藤拓が務める。主な劇場用映画、テレビ映画の一覧である。ありがとうございます。